チゴル。今日は、はい、ゴルフ場に来ての撮影なんですけど、はい、いよいよです。いよいよですね。僕にとってはそうですね、はい、菊池さん、最近スイングの画像とか送ってきてくれるじゃないですか、はいはい、だいぶ良くなってますよね。ドローボールも打てるようになってるし、で、まあ、で最初の目標である100切り、はい、をするためには、菊池さんやっぱどうしてもミスするときってスライスが多いじゃないですか。多いです、ドライバーで、はい、なので林から入った時の、対応方法、まあちょうど今右の林にいるんで、ティーグラウンドから見て、はい、でまあここから林どうやって出すか、持つ番手は何がいいかっていうのをちょっと、教えながらやっていきたいですね。はい、はい、まあ林に入ったとボールが仮定、これがそうですね。そうですそうです、はい、そうです。僕がドライバーで打って、はい、ガズンと右に、そうですね、右の林に入った、入った、はい、でグリーンはあっちと、グリーンはあっち、はい、でフェアウェイ、フェアウェイ、そうですね。2箇所、まあここから見たときに2箇所抜ける場所が前と横とあると思うんですけど、はい、ありますね、はい、まあ何も最初言わないんで、まあ、ちょっと菊池さんちょっと打ってみてもらって、僕が出すとしたらですか、はい、持つクラブは何ですか。僕、まあ打たされるだろうなと思って、はい、9番持ってきました。ああ、いいと思います。悪くはない、悪くない、はい、こっち難しいんでこっちですかね。はい、出せばいいですよね、はい、菊さん、まあなんとか出たんですけど、はい、まあおそらく狙ってるところより10ヤードは多分右に出たと思うんですよ。だいぶ右行きましたね。出ましたよね、はい、やっぱ確実に林から出すには自分の思ったところに出玉を出したいじゃないですか、はい、そのためにちょっと必要なことを、ちょっと教えるんで、はい、林の中ってこうやって芝が入ってないところが多いんですよ。芝が入ってベアグランド、うんうん、結構土のところが多いじゃないですか、はい、そうするとなおさら球に直接ヘッドを入れたいわけですよ。そのためにも短く持って、はい、右足の前に送っていくことが重要です。短く持って右足のつま先の前にボールを置く、はい、つま先でいいんですか。つま先です、はい、でそんなに大振りしないで、もう手首使っちゃっていいんで、はい、手首をこう使っちゃっていいんで、はい、なるほど、はい、まあ、今9番アイアンと7番アイアン持ってきたんですけど、はい、9と7、あ、ちょっと泥ついちゃってますけど、はい、基本はこの2本でいいと思います。基本この2本で、はい、でもし、まあ、菊池さんが最初に言ったこっち側狙うっていう方法もあるじゃないですか。こっち側ね、はいはい、その時にちょっとあそこに木が見えるの分かります？木見えます、うん、右のですね、右のあの葉っぱが、はい、はい、あの枝が、枝が、はい、あれだと9番だと当たっちゃう可能性があるので、あ、高さが出てってことですね。高さが出ちゃって、はい、その時に7番アイアン持って、さっきの9番アイアンと同じような打ち方で短く持って右のつま先の前に置いて打ってあげれば対応できると思います。で、鋭角に、なるほど、はい、バッチリ、バッチリですね。基本はまあサンドとか、まあ、ピッチングとかっていう方法もあるんですけど、基本は7番と9番で、まあ、大体対応できると思うんで、はい、高めに出すようか、そうですね、低めに出すようかで使い分け、そうですね、はい、まあ、どっちみち林からそんなフルショットで、ね、飛ばすことないですもんね、うん、やっぱり球に直接コンタクトしてあげるってことがやっぱり林の中ですごく重要なので、まあ、大振りしない、うん、っていうことがやっぱり100切りに近づくために確実に出してあげるっていうのが大事ですね。いっちゃいましょう。おー、うまいです、うまいです。おー、うまいです、うまいです。ちょっとダフったんですけど、はい、方向は出てますよね。はい。はい、しかも、いつも右行くのにちゃんと、うん、ちゃんと当たってますよね。うん、すごい。ういうことです、はい、もうこれで100切りに一歩近づきました。で、今、あの打ち方を、まあ、ちょっとお教えしたと思うんですけど、はい、まあ、一番、林の中に入った時に重要なのは状況判断なんですよ。状況判断、状況判断、はい、まあ、どういうことかっていうと、
まあ、ここだったら、はい、まあ、ボールがあると。仮定して、はい、まあ、パッと見たときに抜ける場所が、ここが広い、まあ、こっちが狭い。でもこっちうまく成功すれば、残りがだいたい多分グリーンまで100ヤードぐらい。こっちは150ヤードぐらい。150ヤードぐらい。で、やっぱり林から出した後に打つショットのこともちょっと考えて、あの状況判断してもらいたいんですよ。まあ、菊池さんの力量、まだまあコースにもその出てなくて100切ろうと思っている方は、確実に出すってことがすごく重要だと思うんで、やはりこっちを僕はおすすめしますね。選択としては真横の広い方で出す。真横の広い方に必ず出す。で、そこからフェアウェイからちゃんと打つっていうのが100切りの一つのポイントだと思います。はいはい。でも個人的に、うん、まあ、今こっちの広い方出しましたけど、はい、どこから打ってもきっちり狙ったところ行くわけじゃなかったら、はい、ちょっとでも近づけた方がいいんじゃないかっていう発想もどっかであるんですけど、それはダメ。それはダメ。やっぱりまあリスクは高いですよね。高いですね。うん、狭いところ狙えば狙うほど木に当たって金庫カーンっつってまた中入っちゃう可能性が高いんで、それだったら気持ちを落ち着ける意味でも広い方を狙って出した方が確率は高いですよね。確率は高い。で、やっぱメンタルも揺れないじゃないですか。はい、まあ、さっきも狙ったとこ行ってなかったですもんね。そうですね。だから狙ったとこ行かせるためにも短く持つ、右足のつま先の前に置く、少しコックを使って球に直接コンタクトするっていうのを、はいはい、まあ、できるようになったら、あ、狙ったとこ打てるようになるので、はい、ぜひそれをやっていただきたいな。欲を捨ててください。ゴルフは、いや、ゴルフはっていうか最初は、最初は確実に林から一発で出すっていうことが重要なんで、はい、これがたとえ後ろでもいいんですよ。ちょっと下がることになっても、うん、出れば出れば一発で、そうですね。で、ちゃんとフェアウェイから打つってことが重要なので、次のこと考えて、うん、まあ菊池さんの性格だと前行きたい気持ちは分かるんですけど、まあ、さっきちょっとね、一応撮影だからこっち出しましたけど多分プライベートで来てたら向こう狙ってます、ね、まあそうですよね、はい、なんかちょっと多分5番ヤンぐらい持ってスライス狙おうかとか思ってますよねまあそれも、まあ、それもいいんですけど、ゴルフの醍醐味として、はい、100を切るっていう意味では確実に、しっかりフェアウェイに出して、そこから、いいショットをまた重ねていくっていうことが、積み重ねていくってことが重要ですね。はい、トラブルはまずそういう考え方が大事です。そうですね、はい、分かりました。じゃあ、ありがとうございました。林編はこんな感じ。林編はこんな感じですね。で、最後にいつもの、そうですねまた忘れてましたね、はい、この動画、ちょっと気に入っていただけたら、チャンネル登録と、高評価をお願いいたします。